はい、今度は大丈夫だと思うんですけれども、なぜか、あれおかしいな、ライブをやっているのがなぜ私の Facebook 上で見れないんだろう。ちゃんと正しいところでやってるのかどうかがとても不思議なんですけれども、どうなんでしょう。おかしいな、 Facebook 上でちゃんと、あ、さっきは間違ったところでやっていたみたいだった。今回はどうなんだろう。幻のライブ一瞬やってしまいました。あ、いいですね。今度はちゃんとやれてますね。よかったです。実はですね、これテイク2なんですよ。さっきね、始めた瞬間に、あれおかしいな、スタンプスクールの Facebook 上でライブが映ってないと思ったら、違うとこでやってました。一般公開のとこで間違ってやってました。こういうことがですね、怖いんですね、私。よくやっちゃうんですよ。っていう感じなんですけれども。はーい。ヒュー、一安心。これでやっとスタートできます。スタンプスクール。ウィズ・ウェナード・サトミー。ということで。はい。ちょっとですね、画面上に今コメントが入っていたので、違う画面で見えるようにしました。ということで、やっぱちょっといつもと違うことするとやっちゃうんでしょうか。ということですね、今日はですね、ウェナード・サトミーのご挨拶からスタートいたしましたよ。ということで、今日のスタンプスクールでお届けするのは、オケージョンカタログのこのページといっても、皆さんこれ今逆に映ってますよね。反対側のカメラなんで、でもまあキットは大丈夫ですね。はい、こちらのですね、メールトゥーブルームキットの作り方をご紹介したいと思います。このキットなんですけれども、ちゃんとですね、作り方シートがね、ほらこんな風に入ってるんで、これもまあ今実際逆に見えてると思うんですが、入ってるんで、それをね、見ればね、作れないことないんです。全然問題ないんです。ただ、全くですね、このキットを使って、まあ、スタンプしたり、カードメイキングするのが初めての方にとっては、もしかしたらもうちょっと細かくね、ここを気にして作るといいよっていう部分があると、分かりやすいのかなって思ったので、スタンプスクールで取り上げることにしました。ということでですね、早速カメラを切り替えて、ここが一番ドキドキすること時なんですけど、カメラを向きを切り替えてスタートしたいと思います。なのでちょっとしばらくカバーさせてください。そしてカメラの切り替えが、はい、無事できました。よかったよかった。そしてフォルダーに、はい、ヒュー、無事トランジションできましたよ。ここが一番緊張するとこですよね。特に今日はですね、最初スタートからして違う場所で切られ始めてたので、後で消しておきますが、にもかかわらずすぐにまたライブレッスン見つけていただきありがとうございます。ああ、やっぱライブってこういうこといっぱいあるんですよね。多分他の人はもっときちんとできるんでしょうけれども、私はこうなっちゃいます。でもまあ通常ですね、ウェラードのワークショップ日本で受けたことがある方でしたら、うん、まあそんなもんでしょうって思ってると思いますね。はい、ということで今日作るのはですね、このオールインクルーシブキットのメイルトゥーブルーム、3種類のカードをそれぞれですね4枚ずつ作れるねキットなんですね。これ本当に可愛いでしょ。でもってこれまたね、何も道具がない方、これが初めてのカードメイキング、 My first カードメイキングとか My first スタンピングっていう方でもこんな可愛くできちゃうっていうね、そういうキットなんですよね。まず簡単にキットの中身をねご紹介したいと思います。
このキットの便利だなと思ったのは、こんな風にね、ジップロックって、まあ、英語では言ってるんでしょう、ですけれども、なんでしょう、この、ファスナーがついたビニール袋ね、これに入ってくるんですね。なので、蓋を開けて使い始めちゃった時も、あともう、ちゃんとこういう風にですね、収納しておけるんですよ。あ、おはようございます。で、インストラクションシートもちゃんと入っています。インストラクションシートはですね、はい、英語、フランス語、これはダッチなのかな、オランダ語、そして日本語ってあるんですけれども、まず最初に、なのでちゃんと日本語で書かれていますから安心くださいね。まず最初にここで訂正なんですが、このインストラクションシートの中にも私削っときました。リフィルキットもあります。カードキットメイドトゥブルームリフィルで、商品ナンバーって書いてあるんですけど、実はこれミスプリントでございます、皆さん。リフィルキットはございません。カタログにも書いてないんですね。リフィルキットあるってね。ただこのインストラクションシートだけが間違っちゃったので、買ってない人に関しては、そういう誤解はもちろんカタログに書いてないからないんですけれども、このキットを購入される方はこれ見ると、あら、リフィルキットあるのね。カタログには載ってなかったけど、でも品番もあるから、じゃあ、ちょっとオーダーしましょうか。と思ったらね、存在しないんです、それ。なので、これ、削って、といてくださいね。はい。そして中身ですね。含まれているものを簡単にご紹介すると、私かなり分解しているので、中身少なくなってるんですけれども、まずですね、こんな風に、あ、じゃあもう使ってない方をご紹介していきますかね。はい。マッチングした封筒。これ、1種類が全部で4個ずつ作れますので、実際はこれ全部4枚ずつの、資産12セット入っています。そしてカードベース。はい、こちらもですね、ちゃんとスコアリングラインがついたものが3種類もとっても可愛いですよ。サイズ的には A4 のカードストックを半分にした、まあ、日本で一般的に使っている A5 サイズ。よりはちょっとね、違うサイズなんですね。これアメリカサイズのカードセットになっているので、でも通常の、普通、なんて言うんでしょう。普通のカードと同じ、金額で郵送できますので、ご安心ください。はい。そして、スタンプ。このセットね、本当に初心者向けなので、スタンプも入ってるし、ブロックも入ってるんですよね。で、このスタンプはね、本当に可愛いんですけれども、センチメントが、もう、サンキューに、ハッピーバースデー。そして、thinking of you。これ取った方が見やすいですかね。thinking of you。そして、こういう平らな、こんな感じでしょうか。thinking of you に、congratulations。so happy for you。ということはですね、皆さんがカードを作ってみようかなって思う、あ、おはようございます。結構何人かライブ出席ありがとうございます。作ってみようと思うオケージョン、場面、全部網羅できてると思うんですね。なので、本当に初心者の方、これが一番最初のカードメイキングっていう方、このセット、このカードキットだけでもかなり遊べます。なので、これカードキット中身のリフリはないので、全部作り切っちゃったら、もう12枚カード作ってるってことは、もう全く初心者の域を卒業ですよね。結構もう慣れきてきましたよっていう段階ですね。そうしたら、はい。残りこのスタンプセット、そしてブロックにインク残りますから、あとはご自身でノートカードなんかを付け加えていただくと、繰り返し繰り返しこのスタンプはね、使っていけるんですよね。プラス、文字だけじゃなくてこんな風にね、お花のスタンプ、ね、部品がついてますので、オリジナルカードを作るときにも大活躍してくれると思います。はい。そして今ちらっと言ったこのブロックなんですが、これまでのインクが入ってブロックがついてるっていうカードキット、ボックスパンチシリーズですね。あれの、このブロックよりもね、サイズも同じなんですけど、厚いんですね、これ。すごく安定感があります。ちょっと私のブロックもちょっと汚くってごめんなさいって感じなんですけれども、使い込んでるんですよ、もうすでにね。
すごくね、持ちやすいんですね。厚みがある程度ある方が本当に使いやすいです。そしてインクはスポッツで、ブラックベリーブリスっていう感じになります。これもですね、空のインクスポッツっていうのは別に販売されてるので、こんな風にね、これをまずこのキットを買って、これから少しずつ増やしていこうかなっていう方は、次インクスポッツ空のを使ってで、あとインクリフィルというのを買っておくと、一挙で5種類ぐらいの5色とかの、まあ、これインクスポッツ5個セットで確か入ってきてましたので、そんな感じでどん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 ね、自分でね、ミニスポッツを作って、インクの数もね、広げていきます。そして、あ、いいな、この色って思ったら、そこからですね、大きいパッドを購入していただけばいいと思うんですね。はい。それ以外に、今封筒言いましたよね。そしてエンベリッシュメント。じゃじゃーん。これも大カットされてるものが、こちらが各3枚です。もうね、すでにね、ちょっと作るようにね、分けてるので、1枚しかお見せできてないですけど、これが3枚。そしてこちら、あ、ごめんなさい、4枚です。これが4枚、これが4枚。そして大カットされたものですね。これもね、もうほら、こんな風にね、抜いちゃってるんですけれども、実際はこれ自体が4枚なので、このシートがもう1枚きます。そしてこれも4枚なので、こんな風にすぐ簡単に抜けるような形で、実際このシートが2枚、そしてこれもここで2個、もう1枚ありますので、合計このモチーフ4個でシート自体は2枚っていう形で、全部で12枚のカードができる部品になっています。それだけじゃないですよ。なんとね、飾りのね、パールもついてるんですよ。だから何にもない人でもかなり可愛いの作れるんですね。おまけにほら、ディメンショナル、こういうふうに接着剤もついてるんですよね。これ、接着剤ですね。実際にここは盛り上げてないので、こういう平らなところをね、普通に平らに貼っていく、またはこういうふうに盛り上げたくないっていう方は、ご自身で、別にですね、これ自体もね、実際はね、盛り上げていいと思うんですよ。なので、全く接着剤なくても、入っているものだけを使って、で、カードを作ることもできます。今日はそのやり方をご紹介したいと思います。全部盛り上げですね。この見本はですね、盛り上げてないんですね。なので、盛り上げたくない部分がある場合は、お手持ちの、接着剤、私はスネイルを使ったり、こちらのですね、マルチパーパスリキッドグルなんかを使っています。でも全部盛り上げちゃえば、ディメンショナルついてますから、全く追加の必要がないということなんですね。それだけじゃないですよ。箱もついてるんです。全部作った後で、これ自体を箱に入れて、これをギフトにできるベリーバンドもついてます。今日はですね、基本の作り方のコツ&箱を組み立てるっていうのをお見せしたいと思います。ということで、早速いきたいと思います。はい。まず1個目のカードは、はい、こちらの、これ、カラーはコスタルカバーナかな。一応これですね、カリプス、ブラックベリーブリス、カリプソコーラル、ジェイデッドスプルース、ソーサフランが、なんていうんですか、こちらの、こういった色の中のコーディネートカラーってカタログにも書いてるんですけれども、このカードベースは、私はこれはコスタルカバーナだと思うんですね。はい。バミューダベイかな？微妙に間なのかな？こんな風に。だから言ってないのかな？何色って。でも一応私はこれはもうコスタルカバーナ、またはプールパーティーかも、とか思いながら 見ておりますが、はい。こちらですね、完成品はこうなります。で、オフィシャルビデオでは、実は、スタンプから最初にスタートするってことになってるんですね。この部分ですね。で、なんですけれども、実際私がやってみたところ、カードを今まである程度作ったことがある方っていうのは、出来上がりを想定しながら、または大体手順だけを見ながらやっていけば、最終的なことが想像できるので大丈夫だなと思ったんですけど、もしこれが初めてだったらと思うとですね、スタンプをね、押す位置が微妙に、例えば、これサンキューソーマッチでやってますね。ちょっと今回は、シンキングオブユーにちょっと変えてみたいんですけれども、
まあ、容量は同じです。これをですね、いきなりこんな風に外しちゃって、手元に作った見本がなくて、はい、スタンプしましょうと思った時に、もしかしたらこんな位置に押しちゃうかもしれません。なんとなくこれ均等でいいわと。だけど、その後でこの上をかぶせていって、で、このかぶせ方もこんな風になってて、こんな風にってやっていくと、なんとなく微妙にずれてくる気がしたんですね。で、実際写真を見ればなんとなくわかりますし、ビデオを見てもなんとなくわかるんですが、そういうことなしに、キットだけを目の前にして作りたいなと思った場合はですね、この方法がおすすめです。せっかく部品ができてます。あらかじめですね、こんな出来上がりになるかなっていうのを想定しながら、ちょっと位置を決めていただいた方がいいと思うんですね。例えば見本は、こちらの方の隙間が狭くって、こっち空いてる方がたくさんあります。もしかしたらご自身のお好みは真ん中に、両方に均等に開けて、で、このお花も、一応ですね、向きはね、こうなるとね、ちょっとここに隙間があれなので、向きは大きい花がこんな感じ、全体的に V になる感じが正しいんですけれども、このお花の置き方も、こういう風に私は置きたいわとか、こういう風に置きたいわっていうお好みあると思うんですね。で、特にこの花なんですが、あまりここが出っ張ってると、後で見本通りに作ろうとすると、ほら、ここはみ出ちゃうんですよ。カードベースから。そうするとね、ちょっとだけなら封筒に入るんですけど、そうじゃないとね、封筒に入るとここぐにょってこんな風に入ってたら曲がっちゃうんですね。ということから、皆さんまずは自分が最終的にどういう位置に置きたいかをあらかじめ乗っけておきましょう。はい。で、こんな感じにします。ということにしました。そうしたら鉛筆を出していただいて、はい。軽くですね、この大カットを、はい、こんな風になぞってみてください。なぞったら、あとはもうこんな風に分解していただいていいです。実はこれが作成の仕上がりが綺麗になるコツになります。この段階でスタンプをしていくんですね。はい。今、スポッツ、トン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 と何回かつけました。これもですね、新しい状態の時は、インクののりが実は、スタンプが良くなかったりするので、一度必ず試し押しをしてみてくださいね。はい。もうこれ一回ちょっと押してるんで、シミはついてなかったんですけど、結構インクはね、大丈夫でした。でも、いきなり押しちゃったのが、はい、これ一番最初、ちょっとかすれ気味になってるでしょう。実はこれ、試し押しをせずに、いきなり押しちゃった例がこれです。ということは、つまり皆さん、全く初めての方だと、試し押しなく、ビデオの通りにバンと押しちゃったりするとこうなっちゃうんですね。なので、1回目こうなって、ああ、2回目からだ、綺麗にっていうのではなく、リフィルがないので、1発目から4枚とも全部きっちり綺麗に作っていただきたいと思いました。したがって、思いましたので、このスタンプスクールとなりました。ちょっとこんな風にグリグリグリ、ポン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 。っていう感じで、インクをですね、つけてみてください。はい、じゃあいきますよ。ちょっと弾いてるように見えますけどね、実は押すとほら、大丈夫なんですよ。なんてやってるから、もう一回、インクつけてみます。はい。で、先ほどこのガイドがありますので、それを想定して、こう、貼った時にちゃんと出る部分が均等に見えるように、はい、押します。で、皆さん、後ろにですね、何かクッションになるものを引いておくといいと思いますね。まずこれを試し押しの時にわかると思うんですが、今、ピアシングマット通常私引いてますけども、今ちょっとこのね、下に引いてるボードにクッションがあるので、今回は引いてないんですが、まず、スタンプをする表面が平らっていうのを覚えておいてくださいね。そして今押してすぐ離してませんね。しばらくつけときます。こうやってグラグラしちゃいけないですよ。押したまましばらく平行にして、そうするとインクが紙に付着する、浸透する時間があります。ポンと離しちゃうと、インクが浸透する前に離しちゃうんですね。はい、いきますね。はい、完璧！ねえ、皆さんどうですか？失敗なしですよ。そして見本とは違うスタンプを使ってみましたが、これ被せるとこんな感じなどで、
完璧になります。はい、この時点でですね、もうあのしまこれね、スタンプしたとこをなるべく触らないように、もう乾いてると思いますが、念のためちょっと何秒か置くためにね、触らないように消しときます。もう一度ですね、合わせて位置を決めてるんで、おそらく貼った時にこんな風に多分貼る方はいないと思いますので、あ、そうそう、こんな感じだった、こんな感じでするとバッチリここが均等に出るんだわっていうことがわかると思います。あとはこれをですね、ディメンショナルで貼っていくだけですね。はい、ディメンショナルももちろんあれなんですけど、これ確か両方貼ってから本体に貼りましょうって書いてあったと思うんですけれども、それもね、結局はみ出し方によってこんななっちゃったりするんですね。なので一番下から先に貼っていきましょうね。こんな感じで、そうですね、だいたいこの3箇所ぐらい、もう1箇所真ん中に入れといていただいてもいいんですけれども、そんな形でいいと思います。で、これの剥がし方なんですが、グッといきなりするとですね、接着がついてる部分も剥がしちゃう可能性がありますので、ちょっと爪で、はい、押してみてください。そうすると自然にバッキング簡単に、はい、剥がれてきますよ。そして、はい、どれぐらいここ出したいかなということで、確かちょっとこんな風にしてたよなと思いながら、はい、貼ってみます。もちろん先にこれを貼っていただいて、それに合わせてこの幅をっていう形でも大丈夫ですよ。はい、ここでもう一個これ盛り上げときますね。盛り上げたくない方は普通にこうやってスネイルでやっといてください。これもこの端ははみ出ますので、なるべくこの真ん中の三角ですね、こんな感じで貼っておいてください。はい、ギュッと押してポン、ギュッと押してポン、ギュッと押してポン。簡単ですね。よいしょ。あ、押し方が足りなかった。よいしょ。そうなんです。意外にこれですね、押し方足りないとね、綺麗に剥がれなかったりするんですけど、はい、こんな感じで、ほら、はみ出もしないし。完璧！はい、あとはですね、こちらのパール。インストラクションでは1個につき5枚、あ、おはようございます。遅れてないですよ。大丈夫ですよ。前半ね、ちょっとアクセントがあったので、スタート時間がね、多分5分かちょっとぐらい遅れてるんです、今日。はい。ということで、パールはですね、5箇所にね、貼りますって書いてあります。で、パールの貼る場所っていうのも、この写真を見るとわかりますね。一応これに関しては、日本によく似た感じで、はい、ここと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 、ここって感じで、5箇所に貼りました。1箇所がここで、で、全部で、このパールですね、全部のカードに、パール5個ずつつけますよって書いてあるんですね。で、実はこれから、あと、この後お見せする見本では、あれ、5箇所パールついてないねっていうものが正直ありました。でも、全部をね、5箇所つけても、パールね、最終的にね、ちょっとね、余るだけついてるんですよ。なので、それもね、お値打ちだなと思いましたよ。はい。こんな感じです。確かパール余るだけついてたと思うんですけど、この通り、待ってくださいね、数えてあるんで、はい、パールは余分にあるです。はい、数えました最初に。ということで、これ1枚目、こっちが見本と全く同じ、ちょっと自分でアレンジしたのがこちらでした。はい、次いきます。次のカードはこちらです。かわいい。はい、こちらが見本通りに作った方ですね。で、次こちらですね。見本通りなんですけど、私これディメンショナル一番下にはね、つけてませんでした。でも実際数えてみたら、ディメンショナルも結構これ余分についてるなと思ったので、まあどれだけ皆さんがつけるかにもよりますよね。なので今回はちょっとこれ盛り上げてみたいと思います。こういう場合はだいたい四方をこんな感じで打っていただいて、はい。で、またこうグイッと押していただいて、これも、あ、
これね、喋ってたからダメじゃんって感じでした、今。先にこれ押さないといけないんですよ。はい。皆さん、この失敗を、ウェラードの失敗を、教訓に、こういうことはやっちゃダメって、ディメンショナルがーなんて話してたから、こんなことになっちゃいますけど、失礼いたしました。これですね、調子に乗ってディメンショナルとか言ってたんですけど、違います、違います。皆さん、ダメですよ。まずは、スタンプしてくださいね本当にもうこんなことになっちゃうんですね、お話ししてるからね。はい、ということでこれもですね、先ほどと同じことです。要はこんな風に最終的にどういう風になりたいかなっていうのを想定して、どの辺にスタンプをすればいいのかな。これだったらね、だいたいこのあたりをこういう風にね、鉛筆でなぞっておきますね。ついでなのでスタンプ全部やっちゃいますから、もう一個もねスタンプしていきたいと思います。これですね、最後の3枚目はこれなんですね。これこそ皆さん印をつけといていただいた方がいいなと思いましたよ。なぜかというと、はい、このカードはですね、実は、はい、ちゃんと白いのがこういうとこに入ってるんですね。なのでこれが表で、おそらく皆さんは大丈夫だと思うんですが、なんとウェラードは最初気づきませんでした。この白いところ見た瞬間に、あ、こっちだけ見てて、え、おかしいな、白いところがないなって思って、で、あ、そっか、さっきここについてたこの白いとこに押すんだ、そしてこれをうまく貼り合わせるなと思っちゃったんですよ。とんでもないです。ちゃんと押すところがカードにあります。で、さらにですね、これお花もね、実はこちらが大きくてこちらが小さいってのがあるんですね。で、正式にはこんな形です。1回目ウェラード作った時、はい、このお花こっち側に反対向きに押してました。だけれども、ちょっとあと写真を撮ってから気づいたので直しといたんですけどね。これもですね、皆さん真ん中に、例えばこれ、まあ日本通りハッピーバースデーいきますね。結構ね、これギリギリなんですよ。覗くの。で、見本では、こういう風にいきなり押してるんですけど、これもしちょっとこういう風になっちゃったら、後で被せるとき、あれ？なんか真ん中にならないってことになるんですね。なのでこれも皆さん、はい、かぶせたい位置に最初に合わせておいて、枠をね決めといてください。この枠内でバランスよく押しておけば、かぶせた時に真ん中になるはずなんですよ。ほら、こんな感じです。ということで、2枚とも同時に行きますよ。要はですね、スタンプを押す位置というのがポイントなんですね。で、どうしようかな。こっちもね、ちょっとね、私、違うカードで行ってみようと思います。違うセンチメントで。これは、このままハッピーバースデーにしたいので、はい、ハッピーバースデー押していくことにします。で、もう一個の方は、もう私これ何回も試し押ししてるんで、これは今回試し押しですにいきなりいきますよ。皆さん初めてスタンプ使うときは試し押ししてくださいね。ほら、この幅、ここにちゃんと合うように、そして真ん中だなーっていう。あ、多少ちょっとインクがかすれて、突きつけてたかもしれませんが、まあとりあえずしばらくこうやってグッて押しておきましょう。はい、OK です。こんな感じです。次々いきます。余分なインクを取っておいて、もう一個、はい、こちらも先ほどもうちゃんと印をつけましたので、次はそうだ、これはサンキューにしたんだ。見本ではですね、Congratulations, so happy for you になってますが、なのでこんな風に印をつけておけば、その隙間に合うセンチメントを選べばいいので、一番最初から作る場合でも見本通り作らなくていいんですよね。ほら、こんな風になるんだなって、ここが開くんだなってわかるので、このあたりだなと。はい、押しときまーす。初めて皆さん押すときは試し押しをしといてくださいね。いきなり本番行かないようにしといてくださいね。はい、こんな感じで、よしよしよしよ。
あとはもうこれを鉛筆の線を消すだけです。消して貼るだけです。この時ですね、押してすぐの時は先ほども言いましたけれども、あ、くっついてきちゃった。ちょっとこの辺に置いとこう。スタンプしたところね、消しゴムで触らないようにちょっと注意してください。すぐ消す場合はまだちょっとインクが濡れているかもしれません。ということでちょっと触らないように、はい、こんな感じで、はい、さっきもうこれ貼りかけていたのでこれ貼っておきますねえ、皆さんもね、そうなんですよ、このウェラードの失敗を教訓にしていただき、ああいうことは私はしないわっていうふうに思ってやってみてください。はい、ということで上ちょっとだけ開けてみたいなということで、これもまっすぐこんな感じですよね。あ、でもカメラの上からだとね、ちょっとまっすぐ見えなかったりして、はい、こんな感じです。そしてこれ最初の私盛り上げてないです。下はまっすぐにしています。もうこれお好みで、でこの上を、はい、こんな風にかぶせるわけで、もうかわいい。これもほら角度をこんな風に合うように変えてもらったらいいんですけど、先ほど確かこういう風に合わせているので、こうやって貼ったらバッチリということですね。はい、これに関しては全部かぶるので、こんな感じでどうでしょう。これも3つぐらいのしときましょうかね。でグッグッと爪でグッグッとして、よいしょ、そうすると取れやすいということですね。意外にこれですね、普通に剥がそうと思うとね、結構剥がれなかったりするので、爪でグッと押すのがポイントなんですね。はい、そしてこんな感じで上下がちょっと、うん、かわいい。そしてはい、パールをここに1個、このパールはですね、皆さんお好みで好きな場所にねポンポンとつけてみてください。あの5個つけなくてもねいいです。5個つけても、1個につき5個つけてもつけなくってもね全く問題ないので、お好きにこのあたりは自由にねやってみていただきたいですね。はい、2個目できました。最後ですよ。はい、最後こちらでした。これもですね盛り上げますね。確か日本でねこのカードがですねパールね3個しかついてるとこ見つけられなかったんですね。の5個、1個につき5個パールつけますって書いてあったんですけど、全然見当たらなかったんですよ。なのでとりあえず私はあの見本の写真についていた場所以外にももうつけときましたけれども、だから5個つけなくってもいいなとは思いました。はい、さっきちゃんとね、まあ、真ん中に来るようにしましたから、こういうことですね。完璧です。はい、かわいい。これが見本ではどこについているかというと、ですねここですね、見本で通りにつけたのがこの部分、そして次がこの部分、そしてここ、この3つしか実はね見つけられませんでした、見本では。でもこことここ余分に私はつけました。ということで今回も見本通りの位置につけるものと、それからオリジナルで、まあでもこれもその通りじゃなくっても全然可愛いです。もう自分でいいなって思うところにつければ、あれもう一個どこ行っちゃったんだろう、あ、ここだここだ、もう一個がこのあたりで、あと今度はせっかくなのでちょっとこっち側にもつけとくか。私はでもねここにつけたかったんですよね。やっぱりここにつけたいかな。ちょっとここの辺に、この辺にちょっとつけときますね。これで4個、じゃああと1個はせっかくなので今回この中に入れときます。できました。もう可愛いし位置的に完璧。はい、
前に作ったものと今日作ったもの、こちらはですね、もう同じセンチメントを使いました。こちらは見本通りがこちらで、こちらちょっとディメンショナルで盛り上げて3級にしたバージョンで、こちらですね、はい、サンキューソーマッチで、レイアウトは一緒なんですけれども、文字を Thinking of You に変えてみました。さらにですね、封筒もね、飾ってみると可愛いですよ。例えばこれはこんな感じで封筒を飾ってみました。これはね、おまけでついてる、おまけでついてるって言い方変ですけれども、はい、この部品スタンプ、これをですね、なんとなくこの雰囲気に合うようなね、これ重なってますから、こういうふうに重ねた感じで押してみましたよ。そして次、こちらですね。はい、これこういう風になってますよね。このモチーフがね、それを真似てスタンプも同じようにちっちゃいお花こういう風に飛び出せして、そしてハートでちょんちょん、こんな感じでお揃いにしておきました。最後こちらですね。はい、これもですね、飛び出てるし、こんな風にリースみたいになっていたので、ちょっとそんな感じで、先ほどのこれわかります？結構くっついてて、で角度的にもあれなんですけど、これはもうちょっと離して、さらにこれよく見るとね、わかるんですけど、さっきのもそうですけれども、真ん中にね、ほらハート、ちっちゃいハートのね、中心がこんな風にね、なってるんですよ。それをちょっと真似てここに押してみました。ここにもね、本当にね、可愛いです。これもう封筒お揃いにしたら完璧。皆さんもぜひ封筒へのスタンプもやってみてくださいね。ということで、こちらメイルチュブルーム、全く初めてカードを作る人でも、ちょっとこんな風に鉛筆で印をつけて、出来上がりの位置を想定してからスタンプをする、そして下から貼っていくんですね。いきなり両方貼って全部じゃなくって、一番下に来るものから貼っていくと、多少ずれてもその位置に合わせて次のステップを考えることができるので、仕上がりがいつも完璧になります。さらにですね、実はこのメイルトゥブルームカードキット、この材料を使ってちょっとレイアウトを変えたオリジナル、プチオリジナルの作品も実はあるんですね。そちらプチオンラインクラスということで、私のオンラインストアからメイルトゥブルームのカードキットを購入された方は、そちら動画はないんですけれども、ステップごとにとっても細かく写真で説明したオリジナル、ちょっとね、アレンジバージョンのデザインの作り方シートというのがついてきますので、ぜひご利用してください。そしてメイルトゥブルームカードキットを含めてお買い物金額が5000円以上になりましたら、その次のオンラインクラスも、そちらオンラインクラスの方は必ず動画がついてるんですね。そちらも合わせてゲットできますのでね、ぜひ初めての方でも、ステップごとに、詳しくね、ご紹介した、作り方シートを使って、存分にカードメイキングを楽しんでいただきたいと思います。 Thanks for watching! Happy stamping everyone!